30分っすよ。行きましょうか。まだまだ行くよ。頑張ろうね。まだ時間があった。ごめん。よし。よし、次も30分行きましょう。頑張ろうね。
さん大丈夫？あともう30分よいしょ。30分やってで、どうしようかな。5分休憩すれば、まあ30分5分30分5分30分5分っていう感じでなるかな。あとじゃあもう30分ちょっと行きましょうか。すいません、ちょっとね、ずっと鼻の調子が悪くって。あー、さっきの休憩でもやってたんですけど、割と休憩の時体を動かすように、座りっぱなしになるとあれなので、立ったりとか、さっきみたいに逆立ちしたりするんですけど、さっきはね声出せなかったんですけど、僕一人やってきますわ。逆立ちをね、なんか逆立ちすると頭がすっきりするんですよ。これ全然科学的根拠ないんで参考にしなくていいんですけど、30秒ぐらいいけるかな。30秒、3分7 6、30秒頑張るか。4、行ってきます。30もたないかも。よいしょよいしょ、行け。うわぁ、いてて。で、逆立ちながら、なんか下まで行けないですけど、ちょっと 腕立てみたいな感じのをやってて、あ、いてて。うわぁ、30秒いったかなみたいなね感じをよくやってます。まあみんなも休憩の時、まあ別に真似する必要ないんだけど、座りっぱなしでずっとやるよりはいいのかなと思います。で、休憩時間もね、どうだろうな、自分は割と30分作業の時は5分休憩でやることが多くて、休憩長くしちゃうとね、こうなんつうんだろう、うまくこう戻れなくなる、休憩の方にさ気持ちが行き過ぎちゃう感じがして、その時によるかな。なんか疲れが溜まってて、あーちょっとこれ休憩多めに欲しいとか、多分5分休憩だと切り替えられそうにないみたいな、ちょっと外散歩してくるかみたいな時は多めにね時間取りますけど、なんか多めに休憩取ってYouTube の動画見ちゃったりとか、なんかその娯楽の方に足を踏み込みすぎると戻ってきにくくなるんで、そこをうまくコントロールしながらっていう感じですかね。あと1分半。あとは休憩、あれだね、休憩終わった時に、終わってからよしっていう気持ちで入るんじゃなくて、休憩のタイマーが鳴る直前によしって言って、タイマー鳴った瞬間にみんなだったらシャーペンがもう始まるというか書き始めるみたいな感じにするといい。すごいね、細かいことなんだけど、そう、休憩が終わってスタートっていうよりも、スタートっていうかなんか準備を始めるんじゃなくて、準備は休憩時間にやる。そうで、休憩が終わった瞬間に本当走り出せるというか歩き出せるようにするといい。だからさっきの休憩の時も自分イヤホンして準備してタイマー鳴って打つから編集再開みたいな感じするんですけど、まあこうやって時間気にしてるとね、なんていうか変に緊張の糸が切れすぎないので、一番持ちやすいんでよくやってますので、よかったら参考にしてみてください。じゃあラスト30分ですね。はぁ、あ、そうそう、編集でさ、編集してるとやっぱこう面白い場面とか NG の場面とか笑っちゃうんでね、多分なんか横側でニヤニヤしてるかもしんないんだけど、まあ、気にしないで、みんなもね、まあ、画面見てないと思うけどさ、うわパソコン見ながらニヤニヤしてるよ配置ってね、思うかもしんないけど、気持ち悪がらないでください、泣いちゃうから。じゃあラスト30分いこう、頑張ろうね、いくよ、ちょい準備する、よし行こうか。
疲れ様でした。ちょっと自分の編集がめちゃくちゃキリが悪いんですけど、あと30分いきますか5分休憩してまあ動画目だってもう終わろうって方は終わってもらったけど、動画だからさどこでも切れると思うんで、ちょっと5分休憩してもう一個行こう。2時間コースにしようちょっとね、ここで例えばさまたちょっと喋ってますけど、例えば勉強してる時も、まあ、時間で測るんじゃなくて本当はね量で決めろっていつも言うので量で決めてほしいんですよ。まあ、この動画使うにはちょっと時間によってしまうとは思うんですけど、例えば、一緒に勉強しようとかでも30分ってあるから、じゃこの30分でここまできっちりやりきってやるぜみたいなね。まあ、30分で時間の制約はあるんだけど、時間にこう、あ、時間じゃない、量でうまくねコントロールしてほしいんですけど、自分もね今やる時にさ30分だから今編集してる動画が元の動画が6本とか7本ぐらいの動画をこうつなげて編集をしていくんだけど、例えばさっきの30分だったら、1個前の5本目までのカット割りとかを全部きっちり整えるところまでやろうみたいな、一応それはクリアして、で今さラストの動画のね今カット割りに入ってるんですけどちょっと今ちょうどいいとこでさ例えば勉強の時も、例えばこうじゃあ時間区切ってて、でも今時間来ちゃったけど今なんか気持ち的に乗ってるみたいな時ってどっちにやった方がいいのかなみたいな、気持ちは乗ってるんだけど今休みになったから休みにした方がいいかなとかってあると思うんだけど、自分はですね乗ってる時は乗り切っちゃいましょう、うまく使っちゃった方がいいと思って、そうだから別にみんな今試験してるわけではないので、そうきっちりこの時間しかダメだよとかやらなくていいから、気分が乗るならどんどん行っちゃっていいと思います。はい、ただ、なんていうのかな、気分が乗りすぎちゃって、なんかすごいいけるときあるの。なんか勉強範囲みたいな。そう、すごい範囲になってて、めちゃくちゃ勉強ができるという、今日やばいみたいな。で、これね、いいことなんですけど、行きすぎると、ちょっとまずい、待って、電池が。ちょっと充電つなげようか。そう、でね、行きすぎるとまずいのが、人って勉強だけじゃないんだけど、頑張りすぎたあと、例えば勉強だったら翌日次の日とかにね反動来るの結構で、それは疲れちゃったっていうのももちろんあったりはするんだけど、どっちかというと昨日あんだけ頑張ったから今日はやんなくてもいいかみたいな、これなるのね。これねすごくよくなる、勉強において。そう、やっぱり勉強ってね毎日やるのすごく大事なの。大事。前に、ちょっと待って、刺さって。反抗期か、お前。なんで?OK? よし。そう。だから、今日、すごく頑張れたって、すごくね、頑張れても拍手なんで、自分に拍手してやって。だけど、昨日は昨日。今日は今日。明日は明日。の話だから、今日こんだけやったから明日はサボっていいわっていうのは違う。でもね、でも、例えば、明日とか、まあ、冬休み中とかさ、帰省する方もいるかもしれない。もしかしたらね。とかあって、どうしてもこの日、家族の予定があったりとかして、勉強時間が取れないみたいな。頑張っても10分かなみたいな。で、しょうがないじゃん、物理的に。だから、前もってそれが分かってるから、明日の分を前日、前にやっておこう。今日頑張るぞ、明日の分もしょうがないっていうのは、OK。それはいいと思ってる。でも、昨日頑張ったから、今日はいっかっていうのは違うじゃん。意味が。そう、だからね、そこはね、気をつけた方がいいです。と、あれちょっと待って、なんか出ると。さあ。なあ。よいしょ。これ、2時間きっちり使ってくれてる方とかいるのかな?ね、なんか一緒に勉強しようシリーズって自分の時代にはもちろんなかった文化なので不思議なの、撮っててこれいつも思うんだよね、使ってくれるのかなってでもね、あるとそれで頑張れるっていう方がいらっしゃるんで、いろいろパターンを分けてね、60分だったり今回みたいに35、35、35、35みたいなねパターンとか、まあこれからもちょっと違うパターンは作ろうとは思うんだけど、リクエストだったら書いといて、コメント欄に読ませてもらうので参考にします。じゃあこれでラストにしよう。本当にね、2時間になりますので。
頑張ろうか。始まる？始まるね。よし、準備するよ。じゃあラスト30分参りましょう。レッツゴー。頑張ろうね。
2時間お疲れ様でした。ぜひまた使ってください。ということで引き続き編集頑張ります。みんなも頑張ってね。また。